い、皆さんこんにちは、一輝です。ドンキーコング64実況プレイパート4始めていきます。で、なんでここにいるかというと、前回入り口でセーブしたんですけど、あそこの位置ノーティーとジンが襲われるのでここにしました。で、まあ、あそこに行きたいわけなんだが、どうするかというと、あれね。この位置ダメっぽいな。よし。で、やばい、ざっけんな。しまった、操作使いづれ、これ。これで今一回して、で、どうすっかな。もう、よし、ここまで渡れば問題ない。で、このフィルム、まあ言っちゃうと、これフィルムなんですけど、これは前回だから、前回だったかな、忘れたフェアリーがどっかにいたんですよ。で、それを取るためのアイテムです。じゃあ、よいしょ。これどこ開くっけ。おわっ、マジか。ちょっと一回出よう、これ。よし、オッケー。二つ目いただき。で、五が開いたけど、まだいけないので、よし。で、近い。よし。で、もう一回登って、さて今度は進もう。いったい。スイカ、スイカ、いって、取ったそばから来るな。バナナもらって、もうゆっくり行こう。で、バナナもらう。なんかあった。ちょっとなんで乗らないんだ、お前。よし。なんだ、ライトか。よし。よし、コインいただき。向こうは弾薬だから別にいらないな。よし、次。あった。よっ、こいつらが強いんだよな。
で終わり。あれでしか倒せないんだよ。そうだ。あった。これなんかあったっけな、俺。来い。もう振動が。よし、取れた。ちょ、やめて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 。なんかあったっけな。あ、こうだ。よーし、コインいただき。金網で見づらい。大丈夫、オッケー。ほら、でコンベアを戻して、危ないって、うん、これで登れる。見づらい見づらい。ああ、おら。で、そう、カメラ固定されるときついな。やばい。よし、入れた。ふう。さーて、トロッコの旅。いいか、ここは快適なツアーで50コインゲットすればゴールデンバナナがもらえるぞ。左スティックでアップダウン、左右に傾く、 A でジャンプ、傾こうで会おう。さあ、てアップで、怖っ、当たってる当たってる。これ後ろ見えなかったっけ。あ、 R ボタンで見れる。うわ、よし、行け。ちょっと、怖え。やめろやめろ。少ない方だった。これきついな。今、危ねえ。おい、くそ、もう厳しい。急げ。どうだ、あと何枚あるんだこれ。ちょっと待って、いや、これはこのままでいい。足りないよね。これはきついな。
まあだろうな。もう一回。そう、再チャレンジですよ。これ後ろのやつどうやって避けんだっけな。あとで。オッケー。来てるよな、それは知ってるんだ。よし、余計だ。あぶねー、怖っ。いってえな、こら。こっちだ。よし。駆け抜けろ。押さえて。それは分かったけど、避けられるわけではないんだな。あともうちょっとなんだが。あぶねえ。どうだ、怖いか。ちょっと一応これでいければ。よし、ナイスのツアーだったろ。さあゴールデンバナナだ。オッケー。で、あ、ここに戻ってくるのか。設計図持ってる4つ、あと入り口の1つで OK だな。あとバナナの20個だけ。さあ問題のバナナはどこですかね。一回クランキーのところ行ってくるか。そうだ、こっちかな。そうそう、さっきのフィルムはこいつを写真撮るためにあるんで、まだいけないんだよな。そう、あとバナナ20枚か。どこで撮れんだ。意外にこれ遅いからな。タイニーじゃない。上にバナナあったっけ。いやー、ないな。なんか薬ありますかね。ダメだ、ディディオ。お楽しみのためにはバナナメダルが15個必要じゃ。さっさと見つけて、今回怠け者が。薬くれよ。いや。よし。じゃあ入り口行きますか。内側、おっと。
両方が。イヤッホー！おー、バナ、えっ？これは知ってるんだけど、10個じゃ足りないんだよな。おっと、ランキー爆弾、爆弾じゃねえや。あと10個。はい、いただき。これはいいんだけど、こっちはフェザーショットだから違うな。バナナ、もしかして入り口の方行ったらバナナくれるかな。危ない危ない。ああった、イヤッホー、バナナいただきだぜ。5本は取れるな。上かな。くそ、スタつかめよ。よっ、あ、ない、マジか。あとバナナどこだ。そう、火の上とかか。あった、正解。よし、さーて設計図渡して、このエリアも終わりにすっか。逆と、お、イッホー、ウィー、よし、ください。これが欲しかったんだ。ゴールデンバナナを持っていきな。さあ、ピタゴラスイッチの始まりだ。さあ、イエホー。設計図的には2枚か。さあ、というわけで、ディディ、バナナ75本、設計図 OK、バナナメダル OK、ドンキー、バナナ90ある。あ、ってことは、全部集めると100ずつあるのかな、もしかすると。わかんないけど。で、まあ、ドンキーも、設計図、バナナメダル、ゴールデンバナナが、完成で、オッケーでしょう。さあ、どこだったっけ。3番は、あー、ここか。違うな。あ、いいんだいいんだいいんだ。こっち側から。危ない。衝撃波食らうとこだった。で、上に行けば。こっち、よし。トローフ&スコーフ、
やあ、ディディ、僕はトロフ、あっちのスコーフと一緒に、君たちの冒険を助けるよ。でも困ったことがあるんだ。僕は上にある鍵を開けたい。でも食べ過ぎで、それができないんだ。君が友達のスコーフに餌をやってくれれば、あいつが僕の体重の問題を解決してくれるよ。だからバナナをたくさんゲットして、そこの台の上に立ってくれないかな。僕らで何か助けてあげられると思うよ。バナナパネル。よし。さあ、食べろ食べろ。でかくなるの早いな。よし、ピタシ。さあ、ドンキー。さあ、異次元の扉が開いた。ドンキーコーン。すっごい振動してる。さあ、行こう。うわははは。雷が見づらい。出たー。あら、ちっちゃいタイプ。そんなわけあるか。わははちょ、まずい。よし、バカだ。逃げてろ。やばい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 。やばい、さあ、早く打ってこい。うわ、食らってしまった。やべ、おっちょー。これ逃げたい。メラ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 。やめて。よし。オラ。マジか。それはクランジーの檻の鍵みたいだ。で、お、消えた消えた。ふう、戻ってこれた。お、開いた開いた。イッホー。はっはい。おーし。開いたー。よっ。まあ、ここに戻ってきたということで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。Twitter のフォロー、チャンネル登録、
いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。